老犬になるとかかりやすい怖い病気、その理由や対処法。白内障、老齢性白内障。犬の加齢に伴って眼球内の水晶体が白くなってしまう病気やで、目を見た時に白く見えるからあなたにも早期に見つけることができるけど、タンパク質が変性して起こるから一度白くなってしまうと元には戻らないね。白内障になると視力が落ちる他に、暗い場所では物が見えなくなったり眩しがったりするねん。犬は鼻や耳が発達してるから多少視力が落ちても問題なく行動できるけど、こんな症状が出た場合は白内障を疑ってな。黒目が白っぽくなってきた。屋外で段差につまずくようになった。カーテンを開けると部屋の中でも物にぶつかるようになった。人間の場合の白内障はほぼ加齢によって起こるんやけど、犬の場合はかなり若いうちから遺伝的に白内障になりやすい子もいてるから、よく観察しててあげてな。糖尿病。犬も人間と同じように膵臓からのインスリンっていうホルモンの分泌が不足することで糖尿病になるねん。糖尿病っていうのは血液中の糖分を筋肉や臓器に送り込む働きが失われて高血糖が続いてしまう病気やねん。高血糖が続くことで血管の負担が増加して心臓病や腎不全、末端部の壊死っていう重い病気になってしまうこともあるねん。加齢に伴い膵臓の細胞が弱ってしまったり、肥満などが原因で糖尿病を発症する確率が上がるねんで、この病気は小型犬に多いって言われてて、メスの場合は黄体ホルモンの異常で発症することもあるねん。タイン多尿が大きな特徴で、いつもよりおしっこの回数が多いと感じた場合は膀胱炎などの可能性も含めて動物病院を受診してな。悪性腫瘍。近年は犬の長寿化に伴って悪性腫瘍が見つかる犬たちも多くなってきてるねん。昔の犬は10歳を迎えずに亡くなる場合も多かったんやけど、今は栄養状態も良くなって室内飼育が多くなったりしてるから安全で寿命が伸びてるねん。でも長寿化が進むことで腫瘍の発症も以前に比べて多くなり、高齢犬の死亡原因で腫瘍の占める割合が年々多くなってるねん。犬の悪性腫瘍が発生する部位は人間と変わらず、皮膚、リンパ、乳腺、膀胱、肝臓とかいろいろやねん。対処方法。愛犬の体調変化を早期に発見するためには、日頃のケアと観察がめっちゃ重要やねん。あなたは毎日愛犬に触れて観察したり、食欲や便の様子などをしっかりチェックするようにしてあげてな。愛犬の体に触れることはスキンシップにもなるし、体の隅々までマッサージをすることで皮膚の異常やしこり、腫瘍の可能性などにも早く気づくことができるんやで。またシニア犬の年齢になったら、何もなくても年に 1、2 回の健康診断を受けるのも良いんやで。日頃から血液や尿などの正常な数値を知っておくことは、異常な状態になってるかどうかがすぐにわかるってメリットがあるね。もちろん数値的なことだけじゃなくて、いつもと様子が違ったら早めに動物病院を受診することが大切なんやで。まとめ。白内障、老齢性白内障、糖尿病、悪性腫瘍、対処方法。日頃からのモフリケーションが愛犬を病気から守ることになるから、毎日欠かさずモフモフしてあげてな。